めっちゃ濃厚なチーズケーキです。新潟のいちごも全然負けてないと思います。私は全然どこに出しても恥ずかしくない姫だと思ってるので。はい、NGT48 の中井理香です。 NGT48 の熊津組です。ということで新潟スイーツ部始まりました。ここはどこですか？はい、ここはですね、五泉市に来ています。すごいなんかね、駅もねいい感じに情緒のある感じですよね。五泉といえばさ、なんかやっぱ桜だったりとか、はい、チューリップだったりとか。そうだね。あとね、そう、里芋が有名みたいなんだけど、里芋大好き。美味しいよね、うん、なんですけど、今日は、うん、なんとここ五泉市に、うん、実はね、人気のスイーツがあるということで、お楽しみですね。素敵な情報を入手したので、はい、早速お店に行ってみたいと思います。ね、確かにそういう情報はね、うん、部内で共有しないといけないですから、スイーツ部のみんなにもね知ってもらおうということで、うん、はいはいはい、私たちが今日は確かめていきましょう。はい、ということで、はい、早速行ってみましょう。行ってみよう。はい、着きましたね。渡六菓子店さんです。渡六菓子店さん、ちょっと美味しいね、お菓子スイーツがたくさんあるということで、うん、なるほど、早速入っていきましょう。行きましょう。楽しみ楽しみ。レッツゴー。どんなのがあるかな。ね、なんかいっぱいあるよ。もう可愛い。甘い匂いする。甘い匂いするね。わ、すごい可愛い。アイシングクッキーとか。可愛い。わー、すごい。キランキランキラン。なるよね。なっちゃった。ここで選んだのってあっちのスペースで食べれるんですか？はい、大丈夫です。あ、じゃああっちで食べよう。カフェスペースがね、あるみたいなので。どうやら、どれ食べる？でもね、私推しスイーツがチーズケーキなんですよ。お、これです。ちょっとここはベイクドチーズ。ベイクドチーズ、これですね。食べまして、気になっています。美味しそう。めっちゃ美味しい。リカちゃんはありますか？私はね、いちごのパンナコッタがすごい美味しそうだなって。美味しそう。いちごたっぷり。そう、パンナコッタ好きなんだよね。美味しいよね。そうなのよ。じゃあリカは、いちごのパンナコッタにします。オッケー。私はじゃあチーズケーキにしようか。はい、じゃあこれとこれで、はい、じゃあ頼んじゃおう。早速頼んじゃおう。ここで、そっか、カフェスペース。おいしそう。わー、おいしそう。フルーツサンドもあるよね。しかもクロワッサンね、珍しい。あとクレープもあるし、ぜんざいもあるし、おいしそうすぎる。うわ、でもやっぱフルーツサンド気になっちゃうね。フルーツサンドにしようね。フルーツサンド2つとダージリン。じゃあ私もダージリンで。ダージリンも2つで。すごい、みんな食べてるよ。素敵。すごいね、おしゃれなランドもあって。ここ、じゃあここで座ろう。ソファー、ソファーに座りましょう。座っちゃいましょう。はい、座っちゃいました。ダージリンティーがね、届きました。やったー。私はとりあえずストレートで飲もう。ね、私も、ね、いただきます。わ、ね、すごいよ。5たす1は6って、うん、そっか、ここ6は、ここが渡六さんだもんね。そういうこと？ね、え、天才やん。6なんだね。うん、おいしい。おいしい、ダージリン。ダージリン。え、スイーツをさ、食べるときにさ、いつも何飲むの？私コーヒーが飲めなくて、うんうん、いつもだいたいこういうストレートの紅茶か、うん、あと最近チャイラテとか好き。あー、おいしいよね。コーヒーも飲めるの。でもコーヒーはブラックで飲みたい派だったんだけど、うん、なんかカプチーノとかさ、うん、あのカフェラテとかさ、最近かわいいカップに入ってくるやつ多いじゃん、うん、あるね。あとなんかダルゴナみたいに上にクリームが塗ってたりして、ね、そっちの方が映えるから、うん、やっぱ映えを取ってしまう、うんうん、ね、大事だよね。っていうのはあるよね、やっぱり、ね、
本当はブラックが好きだけど本当はブラックコーヒーが飲みたいだとかコーヒーとかもストレートティーも好きなの、うんうん、もう混じりっけなしのそのまま出てきてほしいの、うんうん、分かる気がする、うん、え、スイーツとかさ、普段買う？自分へのご褒美とか買う買う。え、何買うの？もうね、うん、見かけたら買う。お目に入ったもの。駅とかでさ、たまに売ってるじゃん、うん、売ってるね。フルーツサンドとかさ、うんうんうん、新潟駅めっちゃすごいたくさん売ってて、うん、あるよ。もうなんかこれから東京でロケだから頑張ろうっていう時に買います、うん、もう自分に甘々なんで、うん、あれ買っちゃうよね。買っちゃうよね。ずるいと思う。これぐらいのさ、ちっちゃこいさ、こうなんかサンドみたい、うん、そうそう、あるよね。買っちゃう。あとカヌレとかもさ、うわたまにね、来てるんだよ、出店みたいな感じで。カヌレさ、うん、美味しいよね。カヌレさ、こうやってこういうやつに入ってるさ、わかる？わかる。こういうレジの横にあるこういうやつに入ってるこういうカヌレ絶対美味しい。こういう容器ね。そう、この容器その入れ物どこに売っとるみたいな。つぐつぐ違うな。つぐつぐ理解に理解つぐ4つぐ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 夏いや、知ってます？えぇはっとか言ってありがとうございます。あチンパンジーみたいな。美味しそうすぎてありがとうございます。すごい、めっちゃ美味しそう。仕事放棄パート2でございます。パート2です。みんなはなかろうか。はい、アンドナナソーサス。そうです。すいません。大丈夫です。パンナコッタだっけ？はい。いちごのパンナコッタ。なんてコッタっていうね。なんてコッタ、なんてコッタ。感じですけれども。いいですか？お食べください。いただきます。やだー、かわいい。いちご。いちご。下のね、ムースも一緒にいただきます。ね、うん、うん、ジャムがちょっとなんかコンフォートみたいな甘みの強いジャムでめっちゃ美味しいです。美味しそう。ね、下のムースもすごいさっぱりしてて食べやすいです。美味しい。見た目も可愛い。え、ジャムが本当に美味しい。これジャムなのかな。すごいね、甘くてお砂糖だなっていう感じ。めっちゃ美味しい。これは女子好きですね。可愛い。食べてほしい、みんなに。うん、美味しい。トウちゃんは食べちゃおうかな。うん、結構私ね、いろんな新潟のカフェのチーズケーキを食べてるんですよ。あ、チーズケーカーってこと？え、そうなんですよ。つまりそういう方。チーズケーカー。そうなんです。新潟のチーズケーカーこと小熊つぐみ。そうだよね。一応そんな感じでやらせてもらってまして。やってたんだ、やっぱり。じゃあ、いただきたいと思います。はい、いただいてください。めっちゃ濃厚なチーズケーキです。サクサク系だ、下もね。そう、なんかクッキー、下がちょっとクッキー生地になってて、うん、なんか甘いチーズケーキなんだけど、ちゃんとしっかりチーズの濃厚さもあるチーズケーキ。お、それチーズケーカーとしてはどうなんですか？うん、うん、素晴らしい。高い、うん、得点高い、うん、さすがですね。チーズケーキお墨付きということで。お墨付き、私の好きなチーズ感、うん、うんうんうん、おいしい。下のね、私のこのムースもめっちゃミルク感っていうか、うん、滑らかで美味しいです、めっちゃ、うんうん、かわいい。なんか洋菓子店だからさ、うんうんうん、なんかやっぱ一つ一つにこだわりを感じるよね。うん、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 お
皿とか容器もめっちゃ可愛いし、全部可愛い。いちごはもう本当に新潟のいちごがめっちゃ美味しいです。なんか、まあ、いちごの季節になるといろんなところのいちご食べるし、差し入れとかでもいただくんですけど、私フルーツで一番好きなのが桃で、その次いちごぐらいにいちごが好きなんですよ。いちご姫はめちゃめちゃもう糖度も高いし、でも食べてても飽きない。だから本当になんか農家さんたちがすごい愛情を込めて作ってるんだなと思って、私はいちご姫を涙しながら食べると。そんなことはないんですけど。でも本当にそれぐらいなんかこだわりは感じますね、めちゃめちゃ。はい、もういちご姫とか絶対全国に出した方が美味しい。まあ、いちごのね、その特産のところはたくさんね、栃木とかいろいろあるけど、でも新潟のいちごも全然負けてないと思います。私は全然どこに出しても恥ずかしくない姫だと思ってるので。ぜひね、どこにでも出て行ってほしい。可愛い子には旅をさせようですから。やっぱりインスタってよく見るとき、ハッシュタグ新潟カフェで結構見ることが多いんですけど、あ、可愛いって見るカフェって結構やっぱり三条とかが多いんですよ。うん、めっちゃ多いよね。あと長岡もすごいたくさんあって、そう、ちょっとねアクセスが市内からだと難しいなって、だからロケの力を使って行きたいなみたいな、ぜひみたいな、みたいな。ちょっと移動長いですかね。ねえ、行きたい。でも行きたいよね、めっちゃ行きたい。三条とか、食べちゃった。めっちゃ美味しかった。え、早っ。多分噛んでない。噛めし。それは噛んでほしい、どうしても。ん、やっぱルレクテだ。おいしい。おいしそう。あんたはさ、口の周りにつけないとさ、ダメなの。